こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は全人類待望のルミナスピックアップスカウト第2夜200連目いきたいと思います。はい、ということでですね、昨晩の第1夜の動画ではまあみんな大好物の大爆死動画ということになりましたけど、結果から言うとね、なりました。まだ見てない方は、まあ、どれぐらい爆死したかどうか、あなたの目で確かめてみてほしい。あれはまあ、やらかしたね。すごいよね。やっぱりあんだけ爆死すると、高評価の数がえぐいです。ありがとうございます。紙引きすると逆に低評価の数増えるんだけどね。不思議だよね、視聴者って。はい。ということで、行きたいと思います。とりあえず今回チケットから行きますね。110連目。で今回の、ガチャに関しては、途中で、まあ、ルミナスがね、仮に出た場合でも止めませんからね、ちゃんと200連目までやるんで、男ライムはちゃんとやるんで。さあ、どうだろうね。でもまあ、いきなりこの110連目で、ルミナス 3体、もう確定演出ですらないっていうね。まあでもまあ一応まだ昇格演出は残されている。ただ、昇格演出で、なんか、キャラが2体以上出たことないんだよな。仮にやったとしても。ちょっと確定演出1回ぐらい見たいよな。200連するし。200連中1回は見たいよな。これは、むむむ。むむむ。むむむ。いきなり、いや、むむむだな。いきなりむむ。ちょっと待って。とりあえず一旦、ルミナス演出見るか。ライムメソッド してから行くか。でも、昨日ライムメソッド仕事しなかったんだよな。はい。ということで、120連目行きたいと思います。ミリム演出も来てないね、そういえばね。まあそれはね、ミリメンスどころか、まあ昨日の引きだったらさ、それ確定演出もさ、見れる回数なんて、そりゃそうだよね、決まってんだから。おい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 、マジかよ。2日連続爆死は本当、なんか本当に魔王流って確率より出ないよな。確率通りであればもっと出てもおかしくないんだよね。4% だからね。もっと出てもおかしくないんだよね。100連で4体ぐらい出てる人が、数十パーセントはいるはずだからね。そっちにまあただ確率的に入れなかっただけの話で。くっそーくっそーくっそーマジかよー、今日もかよー。130連目いきます。残りの80連で、ルミナス5体来るか？来い、測定不能。くっそー。いやー、来ねー、マジで。マジで来ねー。マジで来ねー。マジで来ねー。確定演出ここまでない。マジかよー。トータルで言えば、確か、あれだよね。昨日のガチャの感じから言うと、確か30連目で出たんだっけ、昨日は。確か。で、そっから出てないってことは、ね、100連分出てないってことだね。100連分星5なしで来てるってことだね。地獄。地獄、地獄。地獄。やばいね。これもう圧倒的高評価動画だね。これみんな高評価ボタン押してね。はい、140連目いきます。うわー、ちょっと今ちょっと暗闇の間があったから、なんかミリム演出来たのかと思った、今。今ちょっと、来たかと思ったわ。来ねー。測定不能来ねー、マジで。そろそろマジで頼むわ。星5、5体ぐらい来ないと。まあ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 、そりゃさすがにね、さすがにね、そりゃ来るわ。こんだけ連続して出なかったら、さすがにそろそろ
来るだろう、もう別になんかもう嬉しさとかそういうのをもう通り越えてるよね、とうにもう嬉しかった時間は終わってるよね。さすがに出て当たり前だろっていう感覚。もうよい、わらわのことはバレンタインと呼ぶがよい。光栄に思え、最後に見た景色、美しきわらわの姿なのだからな。ヴィーナス・パニッシメント。もう聞こえておらんか。バレンタイン。まあここまでやればそりゃ出るわ、さすがに出るわ、130連してるからまあ出るわ。はい、バレンタインさんが出ましたね。ということで、これ何連目だ、130連目、130連か。でもこのガチャね、もう一体出る可能性も全然あるよね。もう一体出る可能性もあるんだけど、さあどうだ、昇格演出なるか。終わりか、ガビル。140連でした。140連でとりあえず1体目って感じですけど、まあさっき言った通りですね、でも途中で出たけど、あと6、10連しますね。とりあえず150連目いきます。まあこのまま続行して、仮に、ルミナスの2体目が出ればラッキーだし、まああるいはピックアップキャラだね。ピックアップ、去年の6月の花嫁キャラが出ればまたラッキーだしみたいな感じですかね。一応未所持キャラで言うとダグリュール持ってないから、ダグリュールが出ればまあ建国で任命要員として使える。スライムさん、私の話聞いてくれるかな。おお、嫁しずさん、嫁しずさんは全然あり。まだ確か一突しかしてない、いないので、でやっぱ光属性のあのカゴキャラとしては優秀だよね。今月のあのもちろんカゴシュナも優秀だけど、あれはちょっと長期戦向きのカゴキャラになってるから、かなり今回のあこの花嫁しずさんには光パではね、お世話になってる感じがあるんで、やっぱ速攻パで言うと非常に便利だね。あと技能のマスオコンメインで戦うような状況であると、大体僕はしずさん使っているので、まあこれは非常にありがたい。 OK、 全然 OK。 はい、まあやっぱ各属性で、まあ理想はね、各属性で それぞれ役割の違うカゴキャラは持っておきたいよね、なるべく。はい、まあ、ついにようやく運が向いてきたかっていう感じがするわ。長かったね、ここまで長かった。160連目いきます。ここまで長かった、ひたすら長かった。さあこの調子で測定不能声ピシューンってこね、さすがにどうだろうな、これで紫来たらすげえなって思う。さあ来い、いでよ、カモン。まあ、とりあえず今回のあれだね、第2夜に関しては爆死からとりあえず免れた感じはするわ。よかったー、マジで2日連続大爆死してたら精神が持たなかったね。もうあの年明け早々、まだ2023年始まったばっかりだぜ、ハッピーニューイヤーとか言ってたばっかりだぜ、いきなりね、まあそんな第1夜で爆死するとも思わなかったけど。はい、170連目いきたいと思います。さあどうじゃ、ミリム来ないな、これ即席の来ないな、来ないな。さあ来い、紫パープル、いでよ紫。そろそろ昇格演出あってもいいな。そろそろ昇格演出があっても良い。そろそろ昇格演出があってもよろしい。ルミナス2体目が出てもよろしい。ルミナス2体目でも嬉しい。
まあなんだかんだルミナスやっぱ汎用性高そうだからさ、仮に属性関係なく使うんだとすればやっぱあれだよね、ステータスは高いに越したことないし、3突すれば過去ゲージアップの上昇量がね上がるし、残り30連ですね。残り30連もう本当に最後になるから、残り30連で出ても出なくても180連目。いやー、測定不能。マジで測定不能一回も見てねえな。今回。一度も見てねえな。来ねえな。あ、来ねえな。測定不能もミリムも来ないな。あ、星音がすげえ続く。星音は星音で嬉しいんだけど、まあ、違うよね。違うよね。星音から紫色に変わってくんねえかな。違うよね。紫色に変わんねえかな。違うよな。紫色に変わってほしいんだな。これ多分次で終わりじゃないかな。紫色に変わってほしいんだな。星音率は良かったけど、あと20連ですね。190連目。マイル。夕暮れ。さあどうだ、測定不能。来い、変われ。くそー。そろそろか。紫、カモン。いや、でも、今ここ、第2は爆死してないとは言ったけど、90連で星5にいたら相当渋いよ。めちゃめちゃ渋いよ。これ渋いよ。昨日の引きだから、昨日の引きからの、今日のね、さっきの引きだから、まだ爆死してないって言ってるけど、通常の人の感覚であれば、余裕で爆死だよ、これ。普通の感覚であれば爆死だよ、これ。いや、なかなかだよな。なかなかだよな。190連して3体ってことでしょ、つまり。いや、これ数で見たら結構爆死具合ひどいぜ。はい、200連目。ラスト。ラスト侍。俺がラスト侍になる男だ。さあどうだ、これ。マジかよ。最後ぐらいいい夢見させろ。最後来い、カモン。よし。これで最低200連で4ってことか。これで1体しか出なかったとしても。最低4ならまあ。推薦するだけのことはある。わしの力を見せてやろう。ジャイアントダース。手加減が必要か。出た。さっき言ってた。ダグリュール。出たね。出た。オッケー。まあ、使うかはともかく、建国要員として任命してあげようじゃないか。まあ、いずれ使う時も、もしかしたら来るかもしれないのでね。はい。まあ、いいでしょう。全然 OK。持ってなかったから。ありがとう。いやー、よかった。200連目、マジ。第2夜、マジ、よかった。やってよかった。結果、やってよかった結果になって、本当によかった。よし。しかし本当1体ずつしか出ないな。本当に2体とか3体同時に出てもいいのに。はい。まあ、今回ちょっと珍しい感じになったね。ニューキャラが2体という感じになりましたが、200連ですね。で、ここまで引いたので、もちろん天井があるから200連まで引いたわけですが、ここで誰をゲットするかっていうのはもう間違いなく、もちろんルミナスを引いていくわけですが、はい、ということで終わりました。ルミナスガチャ第1夜の時は本当にどうなることかと思ったけど、よかったね、結果ね。結果よかったのかこれ。
疑問が残るわ。少なくとも昨日の百連の状態で仮に辞めていたんだとしたら、ただただただ百連したことに対しての後悔 しかなかったけど、やっぱり200連まで引かないと分かんないね、結局ね。はい、まあ地獄の正月明け早々結構地獄をね昨日味わったような気がしたんですけど、本当にまあ良かった、200連まで引いて。といったところで次はね、双端試練の超絶級の攻略動画とか、アップしていこうかなと思っておりますので、あ、ごめん、それはまとめてなかった、ごめん、まとめてなかった、今終わりかけようと思っちゃったけど、まとめだまとめ、第2夜の、出たキャラのまとめで言うと、まずルミナス出ましたね。で、あと今回、6月のキャラがピックアップされているので、嫁しずさんだね、嫁しずさんと、それからダグリュール、持ってなかったダグリュールがやってきたということで、今回は100連して110連から200連までで星5が3体ということになりました。で、そのうちピックアップキャラ全員ピックアップということで、まあこれも、まあすり抜け等はなかったような、格好ですね。結構珍しかったね、そういう意味では。結構このゲーム、すり抜けでピックアップ全然仕事しないみたいなことはあったんだけど、まあようやく今回の動画、久しぶりにピックアップ仕事したような気がしましたね。はい。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。